皆さんこんにちは、シュシュギフト TV のレイです。ハナです、今学校帰りでございます。はい、明日からイースター4連休ということで、まあ、今日はある種金曜日みたいな感じの木曜日でございます。まあね、これで1週間頑張ったってことで、そうで、今日ちょっと、まあ、放課後にまあ、反省会じゃないですけど、1週間ちょっとどうだったお疲れ会みたいなのをしようかなと思っております。はい、で、帰り道の近くにですね、公園があるのでそちらに行きたいと思います。この後ろのところです。はい、でですね、めちゃくちゃ気になるこちら、すんごい看板がね、かわいいんですよ。ね、かわいいですよね。見えるかな、お茶のね、感じが、ね、ティーポットがね、あってかわいいんですよ。で、おそらくここがカフェなんじゃないかなと思うので、うん、ティールームって書いてあるからね、ちょっとね、行ってみたいと思います。え、これがね、メニューですね。じゃあ入ります。こちらがメニューです。こういう感じですね。普通にご飯もあるみたいな感じかな。もちろんね、写真はね、ないですよ。 Which is a fresh cream tea too, please? That comes with a scone and a piece of butter bread. I have a cassette. Yeah? Yeah, me too. Is it plain or fruit scone with it as well? Bread. Okay. And you choose a beverage with it as well? Assam. Assam, yeah? And Earl Grey. Earl Grey, please. Would you like both for milk or not? Both for milk? Yeah. Yeah, yeah, please. Fantastic. Anything else? Okay, thank you. Okay. Good? Are you? Yeah. あ、ちょっと映ってる。まあ、こういう感じでございますよ。まあ、わかんない、どれぐらいまで入ってるかわかんないですけどなんとかなります。なんとかなります。こっちの人って結構さ、なんか優しいよね。優しい、そう、ロンドンの方が冷たいね、やっぱりなんかね、都会はね、あるあるだと思いますけど、店員さんのこうなんかね、感じがやっぱこっちの方が柔らかいっていう、柔らかい、笑顔です。はい、ただいま紅茶が到着しました。これね、カップのこう注ぐって感じなんですけど、これカップもめちゃめちゃ可愛いし、見てこのたっぷりすぎるぶり、手のサイズこれですよ、めっちゃたっぷり。 Thank you! It looks very delicious. めちゃくちゃ美味しそうだ。ウェールズケーキとスコーンです。やばやば、はい、素敵です。こんな感じですね。これをこうやってやるのかな。はい、というわけで、カフェに入ってみました。いや、もうね、すごい素敵ですよ。このウェールズのケーキとスコーンを注文しました。でね、お互い紅茶も、ウィズミルクで、注文しましたので、いただきたいと思います。カップもね、可愛いんですよ、すごく。ね、そのカップも可愛い。いただきます。うん、美味しい。いただきます。うん。これ、生地も甘めです、結構。で、食べ応えある。めっちゃでかいし、この時期こんなに熱いケーキもだから、ちょっとお腹いっぱいになると思います。やっぱね、その後は紅茶だね。いや、最高です。気になるのがこちら、バター、多分ケーキにつけるのかな、それからもスコーンにつけるのかな、わかんないけど、ウェールズバターって書いてあるんですよね。これは何なんでしょう。ちょっと開けてみたいと思います。
バターかな、バターだね、本当にバターだね。あ、しかも結構あの緩めな、本当だ、なんかね、溶けてるめというか、うん、ちょっとね、あのもうクリーム状になってる感じのバターですね。これ溶けてたのかな、ケーキにつけるのかな、それともでもクリームあるからね、スコーンには、ね、ちぎってつけて食べてみます、うん、あ、バターかな、うん、結構、うんうん、なんか結構ちょっとバターがちょっと塩っ気がやっぱりあるんで、なんかフルーツとよく合う気がします。うん、おいしい。めちゃくちゃ美味しいんですよ。スコーンももちろん美味しいし、あのウェールズに来てからというかイギリスに来てから今回、まあ、今1週間ぐらい経ちますけども、全く食事に飽きてません。誰のイギリス料理はまずいと言ったのはっていうぐらい今のところめちゃくちゃ美味しいし、これだったらねずっとね生活できるんじゃないかなと思います。いや、よかった、不安が1個減りました。めっちゃ美味しいです。あー、でも私も結構ねホストマザーも料理うまいし、まあ、確かになんかあんま日本で食べないようなというか、これ何なんだろうみたいなのがねちょっと夕飯で出たりもするんですけど、おおむね割となんていうのかな、やっぱ自分の口に合ってるものが多いんで、なんか前にロンドンとか旅行行った時よりもだいぶ食に関しては安心というか美味しいもの多いなっていう感想を抱いてます。というわけで、食に対して結構私はネガティブな方だったんですけど、それでも安心してるウェールズです。そして今のところ人が優しいというね、めっちゃおすすめなんで、ぜひ旅行とかでもね、うん、ロンドンとかやっぱり人というか有名なんで行く人多いかもしれないですけど、まあ、ちょっと違ったイギリスにね触れてみたいっていう人はぜひウェールズおすすめです。はい、そして私たちもまだまだ知らない観光地たくさんありますので、これからもどんどんウェールズ地方カーディフの紹介をしていきます。よければチャンネル登録で応援してください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。